トランスブラジル航空は、ブラジルの航空会社、2001年12月に運航停止し消滅した。ボーイング727から100型、キボーイング737から300型、キ1955年に、ブラジルの生肉、食品大手のサディア社のオマール・フォンタナにより、サジア・リーニアス・アリアスとして設立され、運航を開始した。最初はダクラス DC-3 により、 工場のあるフロリアノーポリスとブラジル最大の都市で消費市場でもあるサンパウロの間を自社製品を及びその原料を運ぶ貨物便と旅客便を運行した。1962年にトランスポーテスエレイスサルバドル社を吸収合併式を拡大した。1970年に初のジェット機である BAC1 から11を導入し、国内艦船への本格的参入を果たした。1972年には社名をトランスブラジル航空と変更するとともに、本拠地をフロリアノーポリスから1960年以降、ブラジルの首都となったとなったブラジリアに移し、ハブ空港とした。1974年にはボーイング727を導入し同時にカラフルな塗装を導入した。 その後アルゼンチンやパラグアイへの近距離国際線にも参入し、さらに新塗装を導入。1980年代にはバリグブラジル航空やバスプ航空などと並ぶブラジル有数の規模の航空会社となった。1990年代に入ると、初の長距離用機材であるボーイング767を導入するとともに、スペインのマドリードやアメリカのマイアミ、ニューヨークにも 路線を拡大したほか、国際線機材が足りなくなったためにボーイング707などの大型機材を追加導入した。また国内線にはこれまで使用していたボーイング727から100の代替としてボーイング737から3、400を導入し、ボーイング727から200と合わせて国内線路線網も拡大した。しかし、 急激に規模を拡大したことによる採算性の悪化と、バリグブラジル航空やタム航空、ゴル航空などとの国内線の競争激化、さらにアメリカ同時多発テロ事件による乗客数低下により、経営不振に陥り、2001年12月に運航を停止した。その後ブラジル政府との間に裁判となり、その間ブラジルの主要空港に所有機が放置されていた。 ボーイング767型機、ありがとうございます。